ね、これで実は始まってまして。あ、ですか。こんな感じでゆるっと始まりますね、これ。めっちゃ鏡みたいにしてたわ。めちゃくちゃ緊張してる感じ。2人はそもそも接点あるんですか。まあ教務補助さんの時代ですよね。時代、そうだね。教務補助の時代の時にこういろんな学科の教務補助さんが集まって、あるイベントでお手伝いみたいな。そうだね、そうだね。大規模な大事な。うん、2人とも教務補助だ。私教務補助してない。あ、いきなり助教に入るときに入って1年やってみたいな。1年やってっていう。あ、助手さんやる前だからちょっと出てみたいな感じだったんですね。そう今日はあれですよね、石ころを拾ったの。すごいちゃんと回してくれてる。僕が回すんで大丈夫ですから、ね、よろしくお願いします。回してくれるんだったら。じゃあね、ちょっと早速切り替えますね。おお。じゃあ映像を流しますね。はい。これで一応もう流れてますね。あ、流れてる。流れてますね。あ、じゃあ私のターンからで。なんか先日石ころを拾ったっていうテーマで個展を初めてやりまして。でその時この若林さんが来てくれて見に来ました。はい、ありがとうございます。いや、本当に良い展示でした。猫の T シャツも買ってくれて。お気に入り。あ、本当嬉しい。なんかシルク作品でこういう感じで、ね、曖昧って感じだけど、なんかこういう感じで展示しました。なんか展示した場所、ギャラリーがすごい良かったんですけど。そう、パークギャラリーさんっていう末広町のギャラリーで声かけていただいて、それでなんか今まで個展やるって考えたこともなかったけど、やってみるかって言ってやったら意外と大変だった。全部一人でやるのかと思って。いや、結構量、壁にバッてこう大きなシルクスクリーンの作品がダーッて並んでて、でそれでとあとその石ころを拾ったって石があってラグがあってっていう、そう、結構一人でやったんだ。いっぱいやってしまった。やたらめったら作っちゃうタイプ。これがシルクの試し刷りたちで、一回その本番用紙じゃなくていろんな紙になんか刷りだめしというか重なり方だとかを見て、で本紙に刷っているって感じです。紙で最初からこれっていうの決まってたんですか？いや、決まってない。なんかいろんな紙に擦ってみてどれがいいかなっていうので最終的に決めるって感じで。なんかこの歯切れ言い方です。あ、そうそう、試し刷りのやつとかもすごい良かった。こうした方がいいのか。画面を指さしちゃうんだけど。グリーンバックで指さすの難しいですよね。難しい。アナウンサーさんとかってすごい上手いよな。天気予報の方とかね。あ、そう。ないところに見えます。いや、これ本当見に行った時に発色がすごいいいなっていうのがまず第一印象で、結構私はアクリル絵の具とか使ってイラストとか描くんですけど、なかなかこういうシルクスクリーンみたいな発色、いい発色が出づらいっていうか、本当なんかシルクスクリーンの発色の良さ。アクリル絵の具はなんか不透明だからそこがいいっていうのもあるけど、結構紙本来の白さを生かした感じはしますね。あ、でもそうだね、なんか紙の色も一色っていう感じで考えてで作ってて、からこの止めてこれはなんか一個の作品、このなんかフルーツの作品が4色でできてるんですけど、それをがんこれが1個目でこれあ、難しい、黄色これが1個目で、これが2個目でこれが3個目でこれができてる。これが最終形態。そうそうそう。で、絵までにこう何回もかするの。そう。で、なんかこのここのテーブルの
柄とかもなんかここの白はちゃんあの紙の色を使ってて、だからその4色で刷ってるけど紙の色を使ってたり、あと以上ここの色はあの色を重ねてなんか別の色にしてるっていう感じで、原色は4色、そうそうそう、赤と黄色と青と緑、そう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 、うん、でその真ん中のこれはこの赤と緑を重ねて作ってるって感じ。へー、すごい、なんかスクリーン、視力スクリーンですよね。なんかだからちょっとこうズレみたいなのもよく見るとあって、なんかそれもいいなって。そうそう本当はねずれちゃダメなんだけどでもこれはね味があると思う。これはでもね1ミリもずれなかったで、なんか私結構ずらした作品多いけどトンボは全部合ってる。これもシルクスクリーンでした。そうそう、これもシルクスクリーンで、かわいい、なんか三部作的な感じなんだけど、なんか絵本の1ページとかシーンみたいな感じがあって、私一枚絵を描くのが苦手ではないけど、その一枚を描くっていうことに対してあんまりなんだろう意味を感じてなくて、なんか連想ゲームというか、その言葉を並べたりとか3枚並べた時にどういう印象になるかとか、なんかそのこれも並び替えた時にどんどん意味が変わってくるから、なんかその連想ゲームというか、そのなんだろうそういうなんか並べた時の印象の変化みたいなのを結構こだわってやってる感じ。なんかあの大きいの最初の方にあった縦長のやつとか、あ、縦長のやつ、三部作みたいな、うん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 、連作みたいな、そう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 、あれも何枚か前だったかもしれないその時も結構 いろいろと結構最初です。あ、ここら辺とか右左、右左そう、これとかも、うん、大きいなやつですね。一番上の大きいやつはあの一番最後に作ったやつで、でこの下のやつ3つの作品があの終作というか、うん、上を作る前にその場面を組み替えたりとか配置を変えたりして別の物語を作っていて、だからなんかその同じ場面が何個か入ってるけど、その横に来る画面が違うだけで見方が変わってくるっていうのをやってて、なんかこれの終作っておっしゃってたんですけど、だからすごいそこまでの過程までもこう、うんうん、ドンと作品にしてるのいいなって思ってしまったなかなかこれ本番これって書くときに、うん、まあ、なんかこうスケッチとかするんですけど、うんうんうん、なんかさこうここまでやらなくて、結構本当ラフしてバーってやって、あとはもう勢いでバーって描いちゃうっていう、なんでなんかそういう見せ方すごいいいなって思う。あ、そう、ごめんなさい、これ2枚だった。あ、そうなんです、上は2枚で下が3枚、下が3枚シルクスクリーンも結構なんか村とかあるんです。これはね、光具合、あ、なんかこの上のこのなんだ、ちょっと上のここのここの緑とか、あ、そう、ちょっと上がムラができてる、ね、このインクが緑がすごいムラができやすくて、あ、でもなんか本当はムラができちゃダメなんだよね。本当はそうそう、だからこれはボツ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 と思これは終作の終作っていうか、なんか最初は切り絵でなんか切って貼って、本当適当に形を切ってそれを貼ってで組み合わせてってたんだけど、そのやっぱ重ねた時とかってなんか色紙を重ねるとどっちが手前奥か分かんなくなっちゃうよね。だからやっぱ重なったところがどっちが手前奥って説明するためには、やっぱシルクスクリーンみたいな透明、その重なり方が分かる方法がいいなって思って、でシルクにしようって思った。だきつすぎてもうなんかもうちょっともうやめたいって思った。なんかその業務をされながらこの作品制作者っていうのを聞いて、いとんでもないなと思ったんですよ。あ、でなんか若林ちゃんにさ、なんか、はい、あ、一個戻って、
そうスライドで見せるもんだと思ってたあれなんかこれやってもらったっけあのゲーム展示の時ゲームなんかさ共通点がありますっていうゲームあーなんかその 聞いてましたでも答えはちょっといやわかんないちょっといや今ここであほどじゃあなんかね共通点そうそうなんか全部でこの9枚プラスひよこがあるんだけどあさっきのオレンジの背景のそうそうそうその中に共通点がね1個だけあるんだよねえでこの作品たちがパッと見は別々のものに見えるんだけどある共通点から全部派生して考えててあそうなんですそうそうそれじゃあちょっとスライド進めます進めますこれとか見てなんか違和感とか、ね、なんか違和感とかなんだろうななんか共通点って言われちゃうとなんか色とかやっぱり先にこのひよことかもあなんか これだけひよこじゃないあそうそうそうあれえちょっと戻って戻ってあほらあなんかちょっとこれの形さっきのひよこじゃないやつ似てますねでもさっきの俺なんかレモンのやつとかこれだったえ家庭を言う仮になんですけどこれが必ず絵の中にあるそうピンポーン本当ですかそう全然気づかなかったそうこれが展示を見に来る人って絶対に気づかないんだよねいやもうそうレモンこれは全ちゃんとこれもレモンの形してるかと思ったらそうそう結構よく見たら絶対三日月みたいなそうそうそうあこれはでこれがなんか大人になればなるほど気づきづらいっていう か、なんか明らかにヨットとかヒヨコも一個だけ形変なのがあるのに、なんだろうでも気づかないあそれよく見ても気づかないみたいなこれもバナナに見えましたそうそうそうただなんかね一個だけ気づくと全部気づくんだよねうんなんかそれがすごいなんだろうなんかそれが面白くてあこれはあこれはなんか今趣味で作ってるなんか絵とは全然関係ないんだけど展示にありましたよねなんか展示石ころ拾ったってタイトルでそうそうそう石ころそう石ころラグってこれに最近ハマってるの手作りそうそうすごいこれはね、なんかただ作りたかったこれこそ結構手間というか時間そうめっちゃ時間かかるけど何にも考えずに作れるからね息抜きにちょうどいいえこれもかわいい販売してくださいEC サイトとかで見たら、EC サイトとかあ、かわいい、買っちゃいたいってなっちゃう。でもなんか今ネット通販したいなって思って。ああ。石ころ。あ、戻ってきた。石ころを拾ったってこれ、石ころがあるんですけど、これって。あ、そうそう。なんかね、至る所に石ころ置いてるんだけど、なんかこれ青森で拾ってきた石たちで。青森。そうそうそう。青森にその石拾いの聖地があって、なんか青森県立美術館には目もくれず、あそこに直行して、そうそうそう、そう大量に石を拾ってきたの。すごい値段高いなって、そうそうそうなんかそこちょっと面白かった。そうなんか石だけ表向きに値段を書いていて、作品はその別に値段帳があって表向きには見えないようにしてるんでね。うんなんかこうファイリングしてあってそれを見て確認って感じ。そうそう。でなんかその石ころを拾ったっていうテーマなんだけど、なんかその石ころって誰も見向きもしない、ただなんか全然全く価値のないものなのに、私はそれを拾いたいと思ったっていう。でなんかそれってどうしてだろうみたいな。石ころに価値があるって自分が思って拾ったというよりかは、自分が勝手に石ころに価値をつけて、で何でもない石ころを私は拾った。でそれがなんか私が作品作ってるのって別に何だろう、特に価値はないんだよね作品に。
からなんか人が価値をつけてくれるんだよね、うん、から作品自体に価値があるわけじゃなくて人が勝手に価値をつけてくれる。でそれがすごい、なんだろう、展示会を見に来てくれたりとか自分の作品をなんか自分が出した値段で妥当だと思って買ってくれることにすごい似てるな石拾いとって思って、で自分の作品と石がなんだろう、なんか似てるというかほぼ一緒のものだなと思ってこのテーマにしたのね。あ、から石ころには価値ないけどその価値をなんか自分が思ってる価値っていうのを人に伝えるために値段をあえてつけたみたいな、石になんか実際現実的には買えない値段が石ころにこう貼られててなんかそれってその人にとってはこのぐらいの価値のある、そうそうそう、お金で買うんだったらこのぐらいの値段を出さないと売れませんみたいな、ね、なんか、ね、売りたくないなって思った時に絶対に売れない値段にしたら売りたくないっていう意思表明になるなってなんか自分が作ったものが、ね、誰かの価値になるっていうかいいなって思う。そう、すごいなんか新鮮、すごいやっぱ何かを作ってる時のやりがいというか、うんうん、モチベーションにはすごくなりますよね、うんうんうん、これってあの会場で T シャツとかも販売してたんですか？あ、してました。なんかあの収録前に若林がその T シャツ着てこようって言ってて猫の T シャツ、じゃなかなかこうなんかあ、うん、ちょっと迷ったんですけど、うんうん、めっちゃファンの人みたいなめっちゃちょっとなんかめっちゃファンの人みたいになっちゃうなんかありがとうあの着てあの研究室でありがとうでなんか意外とラグが人気だって、いやラグ可愛いんですよ、なんか意外びっくりしたなんかそんなリビングの一部になるものをなんか私のやつ買ってくれるんだって、あれですよ、制作風景で持ってきてもらった動画にはそのラグを作ってる様子が映ってましたよね。あ、そうそう、なんかテストで見たんですけど、そうそうなんです、なんか絵描いてるところでもよかったけど、なんだろう、なんか自分の作品の作り方的になんかこうやって作品を作ってますっていうのに絵をこうやって描いてますってっていうので出したくなかったっていうか、その考え方を結構詰めてて、絵描くのは本当一瞬というか最終のアウトプットだから、なんかそこを動画で見せるこれが私って出すのがちょっと違うなと思って、ただラグは何も考えずに作ってるからいいやと思ってしかもなんか絵描いてるところとかシルクやってる人って結構いるからさ、見ないに、ね、やり方こうやってますって出しても出したところで私も迷ったんですよ、何今回出そうかなここでった時に、まあ、普段絵描いてるからそれもと思ったんですけど、うん、ちょっと待ってよ、そうそうみんないるじゃん、みんな見てるんだよなと思ってあとそのラグの映像も見てみます。あ、見たいです。じゃあちょっと切り替えますね。私が iMovie で初めて編集したやつあれ初めてだ、そうそう、とりあえず2台 iPad 置いてみたいな、お、iPad で撮影、そうそうそう、え、なんかすごい、あ、そうなんかこういうこれなんすか、この銃みたいな、これなんかあ、ちょっと音あ、このままで本当音うるさくない？ちょっと下げますか。音なくてもいいかも。ああ。ちょっと初めて見るのですごい。なんだろうこの気持ちは。なんか玄関マット欲しいって思って。で調べてマット作れると思って最初なんかタフティングっていう方法なんだけど。はい、手でブスブス刺して生やしていく方法があって、
でそれを最初やってたら腱鞘炎になりそうでもっといい方法ないかなって思ったらなんかこれ売ってて、アリババで中国から取り寄せた、あすごい。私もだからそのさっき言ったこう、うんうん、一枚一布こう、うんうんうん、刺していくやり方なのかなと思ったんですけど、いやもうそんなことしてたらねなんか一生かかっ一生かかっちゃうからこの さっきこう銃でバーって打ってるところは裏面なんですか、うん、そうそうそう、裏からブスブス刺してってなんか手前に生えてる、じゃあこ今見てるのは表側、そうそうそう、裏に高橋さんがいて、そうそう、先最初は割とこう縁から攻めるんですね。なんかねどっちでもいいらしい、うん、でなんか YouTube とか見ても日本語で上げてる人が全然いなくて、あなんか隣に座ってる助教さんが英語できるから翻訳してこれ今タイムラプスになってる。おこれ場所ってはね、あまり学生には言えないんだけど、印刷工房っていうなんかシルクの工房の準備室。あ、じゃあ一応大学内のどっかの教室を借りて、そうそう、自分が管理してる工房で、うん、本当はシルク以外の作業したいかいけないんだけど、ね、ちゃんと私片付けてるから毎回。そうです、ね、支障がなければ。そうそう、夏休みだし。夏休みだし。これ1、2、3、4、5、5つ5点。あ、そうだね。それバラバラです。そうそうそう、あとで切り取れるんでね。ああ、これがなんか瞑想に近いっていうか、なんか無心でやれる作業的には確かに。そうそうそう、決まってればずっとこうバーって。そうそうそう、うん、もうね頭全くいらない。へー、この間収録した浜田さんも陶芸なんだっけな、無心で、うん、どの作業だったか忘れちゃったんですけど、なんか無心でやってるって言ってて、そうそう、それがちょっと羨ましいなっていう。映像で無心でやる時ってある？私はないです。ないよね。常に何か考えてる。あ、でも映像なんかアニメーションのなんか実験で、なんかそのフォトショップで1枚1コマ1コマ書くんですけど、なんかその時こう前のレイヤーから徐々にこう書き足していくやり方をしてて、その時はマジ何も考えないで、そうだね、ここまで伸ばそうとか、うん、ここで引き返そうとか、なんかそれだけ、そう、それも書き足して永遠にとか、うん、だから絵描いてる時はすごいめっちゃいろんなことを考えて描いちゃうから疲れるね。なんかあ作業まで行くとあれなんだけど、本当組み立てる時がめっちゃ疲れて、結構神経使います、ね、そうそう、もうこれは趣味、うん、いい趣味ですね。この枠みたいなのってはね、なんか組み立てた。お、あ、なんか専用のものがあるんですか。うん、なんか組み立てた。釘とかで打って自家製、自家製これ両はスタイロンかなんか。そう、なんかこの布を貼るのにこのスタイロンの下がなんかその剣山みたいに釘がいっぱい出てて、うん、そこに布を引っ掛けて引っ張ってるんだよね。あ、から一回剥き出しでやってたらめっちゃ刺しちゃって腕を、うわ、血だらけになっちゃったからちょっとスタイロンを切って話題がスプラッターな、はあ、そういう感じなんですね。でもなんか若干日本でもなんかやり始めた人が増えてきたみたいで、ちょっと急いでやらないとと思ってなんか流行りに乗ったって思われるの嫌だなと思っていくら趣味でも確かに見たことないですよ、これ初めて見ました。これがなんか高さが変えれるんだけど、あの向こうの、うん、向こうの高さが変えれるんだけど、毛の高さですかね。それがなんかこのネジとかを組み替えてやんなきゃいけなくて、でそれやってる人が日本で全然なんか動画上げてなくて、うん、それも隣の人に訳してもらって
に英語だと結構たくさん動画がある感じなんですか？そう、動画あるけど、なんかそのこういう風に指してる動画はいっぱいあるんだけど、その組み替えたりとか、あと裏の処理してるところを載せてる人があんまいなくて、この辺なんか誰か教えてくれないかなと。高橋さんが第1号。いや、ではないと思う。第1号、日本語版第1号になるという。なれるかな。映像の知識全くないけど。大丈夫ですよね。あ、かわいい。草。草。草を生やしている。なんか私も前からあんまり生えてるとこ見たことなかったからさ、うん、今回動画撮ってこうやって生えてるんだと思って。なんかアスリートが自分のこうフォームを確認するときみたいな。あ、確かに。私もその素材撮るときにそんな感じがあって、こうやってる、やってたんだ、発見がありましたね。これ出来上がるのにどれくらいかかるんですか？あ、でも生やすだけだったらそんなに時間かかんないかな。なんかこれを切り取ってその裏の処理までするってなるとちょっと時間かかる、うん、あと切り揃えたりとか。あ、その表に出たやつ。そうそうそう、一応切り揃える。そうそう。これでどういうことになってるんですか？紐が刺さって向こう側に一本ずつ出てるみたいな。そうそうそう、一、はい、本ずつ刺さってて、でなんかその刺さったら摩擦で向こうにループで残るんだよね、毛糸が。で摩擦でループで向こうに毛糸が。そうそう。向こうっていうのはこの今見えてる。あ、ここ。そうそう、表面。でそれをなんか賢いこの機械が切ってくれるの。すごい使いやすそうですよね。そう。でもなんかまだ使い方がよくわかんない。あ。あとなんか油を刺して保管しましょうみたいな感じで書いてたんだけど、書いてネットに書いてたんだけど、なんか機械の知識が疎すぎてどこに油刺せばなんかネジかなとか。どこか。あ、鼻。そうそう、かわいい。やっぱなんか物になると強いよなと。なんか平面なのにちょっと立体になるのがすごいいいなって思って、なんか陶芸もしたいって思ったけど、なんかそこまで立体もう物じゃん、それってもう。だからちょっと出るぐらいがすごいなんか心躍るっていうか。なんか着せ替え人形とかでさ、昔紙でさ切り取ってなんかこうやって紙人形がいて服をなんかこうやって折りたたんでつけるやつあるじゃん。まだ世代？まだ世代？やったことあります。やったことある。あれもさ平面なのに急に立体感出るっていうか、なんか紙でできてるのにすっごい嬉しいみたいな。なんかそういう感じがすごいして、これも平面なのにちょっと出るだけで急に特別な感じが出る。なんか作業的にはなんかこうドローイングとはまた違うと思うんですけど、平面的な、うんうん、ね、あのバーバーって写って割とに近いなと思うんですけど、でも出来上がりがこういう立体ってすごい、うんうん、なかなかないんですよね。とやっぱ想像よりもね、いびつになるのがね面白い。あ、これってその色ってどのタイミングで決めてるんですか？もうやる直前にこれかなっていう、うん、まあ、これに関してはそんなに数こなしてないから、ある系統でやるみたいな感じだから。あと私そんなに色数使わないからすぐ決めれる。あ、なるほど。これ下書きですか？
うん、これね、うん、打ち終わった後の裏。あ、なるほど。で、あのなんか魚みたいなのは間違ったやつ。で、これはなんか後ろから引っ張っちゃうと抜けちゃうからボンドで。あ、なんかそのこう固まると天然ゴムになるやつを貼ってる。じゃあ本当にあの機械でやっただけの段階だと本当に糸がただ、そうそう、刺さってるだけ、刺さってるだけなんです。これで固定するっていう、そうそうそう、抜けないようにする。なんか韓国で流行ってるみたいで、うん、これが。へ、で韓国語でこのボンドを用意してくださいみたいなのが書かれてたんだけど、それが分かんなくて大学院生に翻訳してもらった。このボンドは実際世界で、世界で、樹脂コーナーに売ってた。へ、あるじゃんと思って。樹脂コーナー、面白そう。DIY。 木枠もホームセンターとかで切ってもらえば全然できるし、毛糸とか糸はまたカーペット用にちょっと特別な。いや、全く、なんか毛糸ってさすごい高かったからメルカリで買った。私メルカリ大好きなんで、誰かのお下がり、そうそう、使わなかったの。それを一回洗って使ったりとか。毛糸って高いんですよ。あ、終わった。これで一周。そう。で、なんか草持ってきたよ。お、こういう感じ。あ、あ、草。緑だから抜けちゃうかもしれないけど。抜けちゃう。抜けちゃうな。本当はここに、本当はここに、ね、ここにある緑があるんだけど。ちょっと。うを触ってます、私。ちょっと面白い、これ。すごい。抜けてる。こんなに抜けるんだ。草でーす。草でーす。あ、もう手触り、なんか毛糸っていうよりかは、なんだろう、なんか毛皮みたいな。これはでもね、アクリル。あ、アクリル。なんかウールとアクリル両方使ったんだけど、あ、毛糸の種類。ウールだと、なんか、結構発色があんまり良くないっていうか、なんか自然な色になっちゃう。で、アクリルだと、なんか、きっちり染められた人工のやつだから、すごい発色がいいんだよね。なんかそっちの方が合ってるなって思って。草でーす。発色の良さがいいですね。ハリーポッターにそんなマント出てきた。ありましたね、透明マントね。透明マント。でこれもここら辺溝とかをハサミで入れて周りを毛を揃えてまるっと。ここですか。そうそうそう。かわいい。超いい感じの草。これいいですね。なんかそこら辺とかに置いとけば。めっちゃいい。よいしょ。こういう感じで。こういう感じで。ボス。展示で置かれてたラグもこの作り方で。そう、同じ作り方で。その時はもうちょっと下手だったかもしれない。ちょっと上達したかも。この映像の方が後。あと。あの、増山さんに動画送った日にやった。そうだ、出来たてマッハで、マッハで。そう、先週ね、やるって言っててさ、私動画作るの忘れてた。ただ対談しに来たみたいな。危なかった、ちょっと忘れてたって思って。っていう感じですかね。っていう感じですかね。すごい面白かったです。なんかめっちゃ草持ってくれて、初めて見ました。草見えないけど。見えない部分もありますが。あとで写真撮って、うん、まあ、そうだね、写真撮って、ちゃんと、まあ女子店には草は生やさないかもしれない。女子店になんかラグは出さないかもしれない。女子店にはラグある。一応この時点、今の時点では趣味というか、そうそう、なんかこう手を出す。もうめちゃくちゃ趣味。趣味。こうやって作業はいつも昼間にやられるんですか。空いた時間に？空いた時間。今は夏休みだから適当にって感じ、うん、でもなんか授業の時は授業学生帰ってから。あ、じゃあ結構遅くなったりするんですか。結構個展の時はかなり、なんか守衛さんが毎回締めに来てくれて、うん、なんか高橋さん生きてますかって毎回遅くまで残ってた。
家じゃできないかったから、だからなんか助教会辞めた時になんか家でできる方法をもっと考えないとなって、もっと簡易的にできる方法、確かに、ね、アトリエとか作業場とか結構悩みそうなんになりますよね。昔あの若林がなんか引っ越したすぐ後ぐらいの時に映像学科のアトリエを若林が夜な夜な使ってて、うん、自宅の自分の使う机を作ってたんですよ。何してんのって聞きに行ったら木材めっちゃ切ってた。完全に DIY してました。なんか高いですよね机って。高いよね。高いですよね。工業製品であっても高かったって、うん、いやそうだよね。でいいサイズもなかったんですよ、調べたところで。で価格も高いし、うんうん、サイズもでかいし、うんうん、それも作っちゃおうと思って作って今。いや私も机欲しいんだよな。上下する机欲しい。上下する。上下する。ああ。なんかさ、リングデスクになるやつ。そう。でもなんかダサいのしか売ってなくてさ、なんかどうにかこうにかなんかコーデの人作ってくれないかな。コーデインテ系。お待ち。IKEA とかに何だっけ、横にスイッチがついてて、それで上がる電動のスタンドの机売ってるんですけど、なんか似たようなデザインなのに。値段が半分以下のやつが隣にスッと置いてあって、うん、これ何なんだろうなと思ってみたら電動じゃなくて、うん、その机に関してはこう手で回さないと分かってないみたいな、うん、なるほどな。なんかそれのレビュー動画みたいなの見たんですけど、もう回すので息切れしてる。そんなそんなに大変な、そんなかかるの、なかなか上がんないみたいな。欲しいな。椅子も欲しいんだよな。椅子と椅子。もうなんなら一軒家欲しい。マイハウスを。マイハウス。椅子も作ったんですけど。椅子も作ったの、すごいね。作ったはいいんですけど、あのいざね、あの使ってみるとめちゃくちゃお尻痛くて、木で作ったんですけど、今ちょっとどうしようかなと。使ってないんだ。使ってない。しかもニスもちゃんと塗ってたよね。あ、塗りました。めっちゃ DIY。めっちゃ DIY し。いやでもラグな、なんか女子店ではラグではないものが見られるって感じなんですか、ね。女子店何も考えてないんだよ。締め切りもちろんだよね。なんかさ、どうしようって思って、昨日も会議でさ、あやばいなって思って。私去年もさ、なんかすごい遅れて出しちゃってさ。おととしか前回。いや、学生には早く出せって言うんだけど。いざ自分の、そうそうそう、締め切りギリギリになっちゃう、割と遅れがちな。まだまだみんなあれ回答出してなかったみたいな。まだ考えてないよな。いや私もまだ全然生まれてないです、うん、どうしようかなって。でもなんかラグもう置くんだったら床も取らなきゃいけないしなとか考えて、でも平面だけだったら壁面でいいしとか、どっちにしようかなと。楽しみです。あんまりそんなにハードル上げない。あ、これこの後若林の映像も見るんですけど。うん、見たい。また全然違うこと。いやそうだよね。だって聞いたことない名前のものをやってるもんね。これも、まあ、あくまで趣味の段階のものなんですけど。これどうします、ぶっ続けでやってもいいですし、休憩挟んでも。休憩、お茶だけ飲もうかな。一旦休憩挟みますか。いいでしょ。私その実際作ったものをちょっと持ってきます。あ、了解です。あ、誰もいなくなった。